カエルそのまんまだ。いや、本当に今回のレゴクリエイター1にめちゃめちゃ素晴らしいです。皆さんこんにちは。自称レゴビルダー。ヒューだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイター1にの続きになります。前回の動画でこちらのヘビを組み立てました。このヘビ自体がめちゃくちゃ長くて、ワニにも負けない完成度でとても良かったです。で、あとは付属するネズミも良かったです。今回の動画でレゴクリエイター1には最後になります。はい、今回の動画ではこちらのカエルに組み替えます。はい、ワニとヘビの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それではカエルに組み替えます。カエルが完成しました。おお、今回のカエルめっちゃいいぞ。僕今までレゴクリエイターでカエル組み立てたことないんですけど、これもう本物、カエルそのまんまだ。いや、本当に今回のレゴクリエイター1にめちゃめちゃ素晴らしいです。はい、じゃあドアップで見るとこんな感じです。はい、ではこちらのカエルを見ましょう。先ほども言ったんですけど、このカエルのクオリティめちゃめちゃ高いです。レゴクリエイターの3番目って意外とちょっと手抜き感があるんですけど、今回手抜き感一切ないです。僕ね、動画で何回も言ってるんですけど、このレゴクリエイターは2個買いしたかった。はい、じゃあ近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。今回目がワニとヘビと異なってプリントパーツになってます。正面から見るとこんな感じです。ただこれ正面から見たらこっち向かないのが残念だな。まあこれはしょうがないか。そして前足はこのようになってます。前足の完成度が結構高いです。はい、そして胴体はこのようになってます。僕このレゴクリエイターワニで一番好きなのは、こういった小さいパーツで模様とかを再現しているのが素晴らしいと思います。はい、そして後ろ足はこのようになってます。ちょっと後ろ足は手抜き感はあります。はい、そして尻尾はこのようになってます。ちなみにこの尻尾はギミックがあります。それは後でお見せします。はい、ではこのカエルの可動範囲について説明します。今回のカエルはボールジョイントが多用されているのでめちゃめちゃ動きます。まず頭部はここがヒンジになってますので、このように開けれます。マックスここまで開くことができます。前足はこことここがボールジョイントになってますので、こんな感じで動きます。後ろ足も前足と同様ボールジョイントになってますので、こんな感じで動きます。そしてこのカエルのギミックは、この尻尾を動かすと下が出てきます。では行きます。はい、こんな感じです。これはね、僕すごいいいと思います。このスライドも結構滑らかに動きます。
はい、可能範囲を生かしてこのように飛んでるポーズを再現することができます。動画で結構言ってるんですけど、ボールジョイントのおかげでこのようにポーズが取れるのが本当に素晴らしいと思います。で、そして今回のカエルに付属するのはこちらのハエです。いや、このハエなんですけど手抜き感半端ないこれたったパーツ2個だけなんですよ。うわこれもこれでちゃんとハエを再現してるのでいいと思います。はい、カエルの下に置いてハエを食べてるところを再現することができます。ではこのまま尻尾を引きます。で、口を閉じると、あー飛んでっちゃったはい、じゃあ最後に大きさ比較いきます。まず、ミニフィグと並べると、こんな感じです。あ、なんか大きさ的に案外しっくりくるかも。よくありがちな、忍者がガマガエルの上に乗ってるのをやってみようと。おー、そうそうそう。このカエルちょっと残念なのは、座らせるところがないんですよね。もう基本的に、こんな感じで立たせます。はい、立たせてみると、こんな感じです。サイズ的にも結構しっくりくるので、これすごいいいぞ。では続いて、レゴマリオと並べると、こんな感じです。あ、なんかこれ、マリオに出てきそうマリオでこういったカエルのキャラクターいた気がするな。じゃあこれもマリオ乗せてみます。これ先ほども言ったんですけど、ブロックがないので、まあ乗せてるだけです。はい、乗せてみるとこんな感じです。あ、これ大きさ的に結構合うぞこのレゴクリエイターワニすごい優秀だなはい、レゴクリエイターワニのカエルはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターワニカエルを組み立ててレビューしていました。今回のカエルなんですけど、めちゃくちゃ完成度が高くてとても良かったです。今回このカエルの何がいいかというと、まず実際にいそうな色合いをしていて、さらに小さいパーツをめちゃくちゃ使っているので余計リアルに見えます。で、僕がこのレゴクリエイターのカエルで一番お気に入りなのは、舌と尻尾が連動して動くところです。はい、今回の動画でレゴクリエイターワニの3つの作品を全て作り終えました。いつもだったら僕はその中で一番好きなのはこれだって言ってるんですけど、今回のレゴクリエイターワニなんですけど、全部良かったです。今までだったらこれが良かったって結構言ってるんですけど、今回のレゴクリエイターワニはもう選べれないです。いや、もう3つとも良かった。いや、僕が今まで組み立てたレゴクリエイターの中でこのワニはもう傑作です。動画でも結構言ってるんですけど、これ2個買いすればよかったなって言ってるんですけど、もうこれは間違いなく2個買いして損はない一品です。僕これを誕生日に大阪の心斎橋のレゴストアで買ったんですけど、これは2個買いすればよかったとめちゃめちゃ後悔してます。ただ僕はこのレゴクリエイターは年明けになると多分値段的に3000円ぐらいまでに値下がると思うので、まあキリのいい値段がついたら2個目を買おうと思います。今回のレゴクリエイターワニはめちゃくちゃ素晴らしかったです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ